詐欺沼城は、現在の千葉県奈良市,の市詐欺沼付近にあった、日本の城。詐欺沼太郎源、大野光吉の潔沼城は、奈良市,の市役所付近から300メートルほど南下した、下宇佐大地城の地点にある。これは西を、かつての久々田村の、東を、かつての詐欺沼村の田津殿に挟まれて、東京湾に向けて南西に向けて突出した、絶上大地の先端部西より、 すなわち久々、田村の谷津伝を南西に向けて流れる菊田川が、大地の縁に迫る左岸の関東ローム層の断崖上に位置する。追記時期は不明だが、あずま鏡に見える石橋さんの戦い後に、頼朝が兵を整えた鷺沼旅館を、この鷺沼城に否定する向きがあり、この説を入れれば築城時期は平安時代に遡ることになる。 その後の詐欺沼城に関しても詳細は明らかではないが、千葉郡市に昭和年間に詐欺沼太郎源、大野光氏が寄りその墓が高台の南西部に築かれたとあり、本丸内の祠がその墓であると伝わる。城跡に立つ1959年根流の石碑碑文によると、600年前の昭和年間に市川城主の里見市と詐欺沼面、 大野光吉ら下も佐の諸将が、北条氏康と戦って敗れたとあり、第二次高の大合戦に、詐欺沼氏の末裔が加わった可能性が考えられるが、内容がひどく混乱しており、また、前述の詐欺沼太郎源、大野光吉と読みが同じであることから、光吉の辞責が誤って伝わったものとも考えられる。詐欺沼城のあったとされる場所は現在、 詐欺沼城市公園として整備され、一般に開放されているが、城石といえる以降は、未発見である。同公園の敷地には、詐沼古墳群の a 号墳と B5 墳の2期の前方公園墳も位置しており、これらの古墳の発掘により埴輪などが出土している。無人埴輪と馬型埴輪のレプリカが飾られている。ここから発掘された埴輪は、下佐型円筒埴輪の他に、 人物埴輪と馬の埴輪の破片が出土しているが、小さな断片のみであり、このレプリカの様式であるかは不明である。小玉、坪井監修、日本城郭大計六千葉、神奈川新人物往来者、1980年、奈良市の市役所、詐欺沼城市公園、奈良市の市、2020年11月25日閲覧、奈良市の市役所、詐沼古墳群を訪ねる。 本当は古墳がいくつあるの奈良市の市、2020年11月25日閲覧。奈良市の市役所。奈良市の,市の文化財。奈良市の市、2020年11月25日閲覧。ありがとうございます。